だな。ポーズポーズ。いやもうね、ここ下がらない、閉まらないのよね、背筋で。胸筋、あ背筋、背筋だね、これは。これに関してはここの筋肉、そこがね、もう邪魔してここの閉じる。だからマッチョっていつもこうしてる。あ、そうそうそう、広がっちゃうんだよね。こんな感じで行こうかなと思っております、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、どっちがどっちとかってある？もう固定したまんまずっと行けばいいんじゃない？固定したまま左右一回決めたらずっとストレートで。どちらが、あの、俺の写真の中でバランスですかね。足強い。中の。これの前だと、もしかしたら。うますぎる。手つないでないとたくましい。手つないでないとたくましい。マジ本当に女子と手つないでみたいな。あ、顔いいじゃん。いいじゃん。いいと思う。いい。いい。また。これで、これもしかして入ってる？中入ってるんですかね。もうちょっと入ってる。もうちょっと入る。このギャルたちがあの廃墟でヤバいことになっていくっていう感じ。それが最後に昇天されたっていう、ね、ちゃんと。めっちゃいいんですけど。怖っ。すなちゃんすげえな。俺その表情できない。すごっ。全然無理だわ、俺の表情なんて。ないあの表情したらもう使えないもん、カメラマンさん。なるほど。すごっ。やっぱ違うもん、なんか違うもん、貫禄がある、もう貫禄がある、もう。シンシンシン。マジ邦画でさ、ホラーで。ここの使えるよね、ポスターで。この顔にご注意。この顔にご注意。砂森さんがプロすぎる。どうしても面白い。見えてるの？見えてるの？見えてるやつ。普通に映しちゃったよ。モザイクかけといた。あ、でも
か。いいじゃん。あ、いい。なんか、うん、すごい美しい。いい感じ。仲良さそう。この感じ。この感じよくない。この辺この感じよくない。完璧にお姉さんだよね。リモートの
早く撮ってみたいな。これはいけるよ。それ本のタイトルどうすか。輝き。新幹線になっちゃう。輝き。いや、和室行くもん。じゃあ和室かライブハウス。ああ、そうだね。どうすか。どっちがライブハウスか。ベースに。ああ、いい感じ。ライブっぽい。めっちゃいい。めっちゃライブっぽい。ちょっと一回立て続けたので、前の写真見ると。また大丈夫ですよ、これもう十分。ある。見えてる、見えてる。いろいろ動画を消しに行ったのって思われるよね。ありがとうございます。ありがとうございます。これこんなもんだよね、はい、これでちょっとこんなもんだよね。こんなもんだよね。こんだけ持ってこれいいじゃん。めっちゃいい。これいいじゃないのよ。こんな風に映んの？すごい。面白い。この帽子を加減してて。はい、ああ、なるほど。計算。全部計算。ああ、なるほどね。あ、これがこうマスクさせてるから。すごい。じゃあこれでデータを整理していく。選びましょう。セレクトしたの。すごい。お疲れ様でした、一旦。ありがとうございました。とりあえず一回ありがとうございました。撮影は。